SRX は GM が製造、キャデラックブランドで販売していた自動車である。2001年のデトロイト賞で発表されたバイジンがルーツであり、初代はそのデザインテイストを活かしたモデルとして2003年のデトロイト賞で初公開され、2代目は2009年のデトロイト賞で発表された。北米においては2003年に発表、発売され、 翌2004年から日本での発売を開始している。STS のシグマアーキテクチャと呼ばれる FR プラットフォームをベースにオード機構を組み込んだ上級 SUV として登場。ポジション的にはエスカレードの下を受け持つことになる。直線基調のエクステリアはアートサイエンスを意識してデザインされたものであり、同時にラグジュアリーさを合わせ持つ。 エンジンには新世代のノーススター4.6リットルの V8 エンジンを搭載。しかし、2005年モデルで3.6リットルの V6 エンジンが追加されたことにより、エンジンが2種となった。安全機構についても抜かりがなく、横滑り防止機構である、スタビリトラックや、マグネティックライドコントロール、トラクションコントロールシステム付き ABS などが装備、されている。 三列シートを要する室内はフリフラット化が可能なほか三列目には電動格納機構も備えることで利便性にも配慮している。年次改良は比較的細かく行われた。2005年モデルでは常実の V6.36 6リットルエンジンの追加2006年モデルではパワーリフトゲートを装備2008年モデルでは 右ハンドル仕様の設定並びに4.6リットル車の AT を6速に変更し、インテリアを刷新するなどしている。また、2009年モデルでは、左ハンドルの3.6リットル車のみとし、坊主サウンドシステムなどを追加。日本では SRX クロスオーバーの車名で販売される。先代の FR から GMC タレインなどと共通の FF ベースへ。 変更されるとともにダウンサイジングされた。このダウンサイジングに伴い3列目のシートは廃され、2列、5人乗りとなった。4WD システムは一新され、4WD はハルデックス製の湿式、マルチプレートクラッチユニットを介し、走行状況に応じて、全国動力配分を100対0から0対100に調整するシステムとなった。また、後輪には電子制御、 リミテッドスリップでフが備わり、必要に応じて左右輪への駆動力配分が行われる。サスペンション形式についてはリーアこそ同じマルチリンクだが、フロントはダブルウィッシュボーンからマクファーソンストラットに変更された。グレードにより、スポーツサスペンションと電子制御リアルタイムダンピングショックアブソーバーも採用される。北米では2009年から発売されたが、 翌2010年の8月26日には日本でも発表された。エンジンは2.8リットル V6 ターボと CTS にも搭載される直噴の3.0リットル V6 が用意されるが、日本仕様は後者のみとなる。使用燃料を廃屋ガソリン対応からレギュラーガソリン対応としたことで、経済性にも配慮している。組み合わされるトランスミッションは、 マニュアルモード付きの 6AT のみである。安全装備については、仙台同様充実していて、デュアルステージフロントエアバッグ、サイドヘッドカーテンエアバッグ、トラクションコントロール、スタビリトラックが標準で備わる。また、快適装備として、ポップアップスクリーンの HDD ナビゲーションシステムや、10スピーカーの坊主サラウンドサウンドシステムなども用意される。 2012年4月、ニューヨーク国際オートショーにて、フェイスリフトを受けた2013年モデルが発表される。外観は、フロントグリルが一新され、20インチアルミホイールがオプションで用意されるほか、新色が3色追加された。インテリアも改良され、キャデラックの新しいインフォーテインメントシステムである Q が、標準装備となった。Q は8インチ LCD マルチタッチスクリーンを、 備えており、スマートフォンやタブレットと同様に、スワイプ、ピンチ、スプレッドのジェスチャーを使用できる。また、アクティブノイズキャンセレーションシステムが装備された。2016年を持ち生産終了をし、後継モデルは、キャデラック XT5 である。ありがとうございます。